ただマグロ、ビバチマグロ、またミンチョウマグロ、いろんな種類のマグロを水揚げされています。多い時には1日1000本ほどの名前をね、水揚げされています。また今日の35キロ魚体がありますけども、まるまる1本を作りなんかにしますと150人前、十分取れます。また3、4年かけてこのサイズまで成長していきます。今日はこちらクロマグロ解体しまして、このマグロから大トロ、中トロ、取れますんで、特別に今日はお寿司に握って即売していきます。特別に、このステージ上で皆さんの目の前で握っていきますんで、ぜひさばかて和歌山のマグロね、召し上がってください。はい。